少し待ってくれませんか。今立て込んでいるので。なんだ、続きはこの後にしよう。仕事を終えてから。月が太陽を隠してしまうことなんていうか知ってる？我が事務所で引き受けられるのは処刑のみです。問題ありませんか？地球が盗まれた？どういうこと？地球の危機ということですね。でも宇宙人でもかかってこいやー。分かっています。もしもの時は私が。この仕事は闇と向き合うことだ。君もいつか同じ運命をたどるかもしれない。闇に包まれない光を探しなさい。この男を処刑してください。デイビッドと名乗っていました。月の裏側。裏側ですと処刑代金が国の負担の範囲外となります。今回は特別サービスです。あなたのキスで手を打ちましょう。現金以上の価値がキスですか。今日も私を楽しませてちょうだい。モンドさん、お話を聞いてくれますか。私には肉体は必要ない。君もいつか同じ運命をたどるかもしれない。俺の人生は正しかったのか。お主、血の匂いがする。ここが我が死に場所よ。男の死に様。心に焼き付けました。デイビッドか。ここで何をしている。見りゃわかるだろう。絶対的な力を手に入れようとしている。世界征服ゲームなんて今時流行らない。そもそもそんなテーマにしたらこのゲームのプレイヤーから苦情が来るだろう。アクションゲームだろ。これは戦うしかないってことか。そりゃもちろん、このゲームのためにもな。
よく聞いてちょうだい。我々は国家防衛戦の最前線にいるの。全ての国民の血税によって生かされている。だからこそ1分1秒も無駄にはできない。血が必要だ。血をもっと貯めろ。続きはこの後にしよう。すぐに終わる。我が事務所で引き受けられるのは処刑のみです。死体処理に経費が別途かかります。化け物殺します。目を覚ます。人の血よりワインを。1年前、月旅行に行きました。主人はもはやこの世のものではありません。目を覚ます。闇に包まれない光を探しなさい。太陽が欲しければミカを殺すんだな。地球は俺のものだ。じゃあお前を殺して地球をいただく。場所を変えないか。いいだろう。アクションゲームのバトルは広い場所がセオリーだ。それにお前ラスボスだろ。